おはようございます。マジで全然俺のスマホだとガビガビですね。このまだ暗い、暗いです。机凍ってるのが全然どう何も映らない。でも机の上がツルツル。だいぶ明るいよ。超暗いっすよね。木道にも微妙に霜が降りました。あ、しぶつさんが見えなくなった。你来就是你就买个小羽绒服吧，你看。マサトさんまだ起きてないんですかね。マクは起きないでしょ。マクは寝てるよ。もうでも上がってきた。上がってきたっ急に明るくなってきた感じがする。なんか動画だとめっちゃ紫色になるな。
それましょう。渋さんを撮ってます。いや、意外そう映ってますけど。あんま赤くなんなかったっすね、でも。あ、でもこれからですか。この顔は気づいてない。ちょっと気づいた。気づいたかな。あ、気づいた。何今の顔。コンタクトしてないと何も見えないからね。多分朝ほらまだ気づいてねえよこの顔は気づいてないな。おはようございます。ジャパニーズボーダー始めました。声か何なの声あれ。コントとしなくてか分かんなくて、わかんなくてこっちに来て。おはようございます。ジャパニーズボーダー始まりました。何その声。コンタクトしてないから全然わかんなかった。声だけすんな。なんかあ、それでだ。これ韓国の人か。ここでわかった。いや、起きてるのかなあいつら。こっちのセリフでしょ。起きてこないですね。あ、そうなんだ。工藤さんにあいつら起き出すか。五十嵐さんと虫キング起きてました。余裕だよ。ちゃん起きてよかったわ。まだ寝てっかな。待機しすぎて寒いっす。あ、そうなんだ。俺昨日早く起きすぎて寒くて失敗したなと思ったんで、あ、ちょうどいい時に起きればいいんだなって思ったんで。足がなんで素人だな。朝焼け素人。俺昨日失敗してるんで。俺も昨日こんな感じで失敗したんで。いや、もう超寒いっす。でも完璧に言いましょう。みんな朝焼け見たいけど、多分ご飯の時間が迫ったんだ。ああ。6時から。なるほどね。いやー、道も降りてますよ。ねえ。
降りてるね。何度だった朝？さっき 0.7 度。あ、そんな寒いんだ。テーブルの上とかも凍ってますよね。ついてるでしょ。おい、エズラ君転ぶでしょ。今日エズラ、ね、この間の感じで来ちゃったらね。スパイク履かしたけど、降りてねえじゃんとか。そう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 。で、今日は履かずに行って。やられちゃうよね。なんか感動してきた。雨が出てきて寒い。昨日の夜超幻想的でしたよ。夜出ました外。うん、全然出ない。月明るくて、うん、こうやって低く霧が出てしばらく黄昏れてました。撮った動画。俺のスマホじゃ撮れないです。目で見るからいいんだよな。伊賀さんがちょっと撮ってました。え、伊賀さんが来た。え、伊賀さんと虫キング起きたんですか？何時までで起きたんですか？いや、でも見て10時ぐらいですね。あ、そうなんだ。はい。じゃあ、あれから1時間って感じ。はい。あの、工藤さんとかと同じ部屋だったんで、寝る部屋が、うん、しばらくなんか石川君でインタビューしてる動画見たんですか？何言ってか見たい。なんか、風景はね、ちょっと見せてる。お、ケーズルも赤くなってきたね。おはようございます。ジャパニーズポーターが始まっています。始まっています。おはようございます。いいんですよ、ウェルカム、ウェルカムですよ。声が出なくって俺本当ですよ、喋りすぎたんですよ。そうなんですよ。ずっと喋ってたましたからね。本当に忙しいね。本当なんかもう僕家よりも喋るんが仕事ですよね。僕はできないもんね。うるさいな。何言ってんすか。マジで俺の本気知らねえな。こいつら。こいつら。こいつら。これ急下がってきてるんですかね。大体日が昇る手前が一番冷える。一番冷える。今ピークだよ。え、帰っていいっすか。帰っていいっすか。寝てた時よりも今が一番。確かに手が冷たくなってきた。足がキンキン。もう俺の方がキンキンじゃん。裸足。このこの氷点下裸足。合図違うなぁ。合図はこのなんですか。合図の、合図のみんな裸足なんですか。多分向こうの合図組3人も多分こんなんでしょう。ちょっと木道の神奈川県民軟弱なんで。もうこれで無理っす。無理っす。やっぱりお前寿はちゃんと冬用の靴下もあったか。あれでしょ、夏でも生きる格好でしょ。このモンペル脱いだら夏でも生きる格好だろうね。してくれ、下が薄すぎるんだよ。上はまだかろうじていいけど。下薄すぎ。下が冷やしちゃダメですから。足首冷やしませんように。節々は温めてお過ごしください。なんか寒くて辛いよりもさ、あったかくてさ、ほっこりした方がさ、いいんじゃね。大体言うんだよね。それはそれはそうです。夏、夏になれば涼しい方がいい。冬になったらあったかい。そうそうそう、こいつらはあれですよね。そうやって言いていくこと、そう言いていくこと言うからね。俺今この瞬間を楽しんでいくから、ちょっと黙って声大丈夫ですか。声やばい。そろそろ、そろそろ口悪いって。そろそろ口が悪いって。そろそろ登録者数が減ってくる。まあちょっとずつ減ってますね。猪狩さん、これ何時くらいが一番綺麗になるんですか。分かんないですよね。空が真っ赤にはならないですよね。もうそうだよね。でもなんかさ、寒い感じからさ、
太陽が出てさ、ピカンってきたらさ、あったけーってなるんじゃない。あったけ太陽。あと何分ですか。これ逆にタイムラプスとかで撮った方が綺麗なんかな。あ、それはそうかもしれないですね。こんな寒いとかいう動画を撮るよりもタイムラプスで美しさを撮った方が感動するんじゃないかな、視聴者は。あ、やっぱ朝のお手だねっつって。今から2階から撮れるんじゃないですか、突き出てる部屋から。え、あそこ空いてんの。わかんないっす。お客さん空いてっかな。それかヤシャロ小屋乗っかってベランダ行く。失礼します、つってジャパニーズフォーダーです。そう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 、もうお客さん早いよ。あれでしょ、山登るんでしょ。これから私物さんとか。そうでしょ。なるほど。じゃなきゃこんな早く出ないでしょ。じゃあタイムラプス撮りますか。皆さん、いや普通に喋ったらね、こういう声になっちゃうんだよ。声を出そうとするとこう低く。おはようございます。おはようございます。ありがとうございました。こちらこそ。秋の近隣層が凍ってますよ。浸ったもの。あ、すごい、ね、綺麗だね。もうみんな寒いから買い始める。いや、みんな違う、朝ごはんなんだよ。朝ごはん寒いからじゃねえんだよ。俺らみたいにちゃんと準備してきたから、ちゃんとちゃんと準備して見てたけど、朝ごはんが来たから。でも刻々と状況が変わってきますね。なんか猪狩さん何してるんですか。まだいるんですか。そうだよね、寒いから帰ってきましたなんてそんな帰り方できねえっすよね。そんな帰り方できねえっすよね。ここまでいたのにどうなんだろう。もうね、手はね、俺の今の手はね、動かないよ。これで固まった。手の感覚はもうないですね。こっちはね、コーヒー持っててあったかいいんだけど。足が痛い。気になんなくなった。気になんなくなった。最強だ、最強。いやさん、明日足がなかったっすみたいな。今ケーズルめっちゃ赤い。あれだからね、太陽が出た瞬間めっちゃ赤いからね、まだ待った方がいい。スノーボードのさ、撮影の朝日の撮影もさ、だんだんこうやってなんか山がピンクになってくるんだ。わー、来た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 っつって、あれこれで終わりかなって思ったら、朝日こうバコンと出た瞬間、えっと、いやーって感じの。え、なんだ。高い声出せなかった。いつものノリでやろうと思ったけど、声が出ねえ。本当、朝日出た瞬間にもうバコーンって綺麗になるの。そしたら、はい、10秒前つって、5秒前、3、2、1、ドロップイン。あの瞬間たまんないですよね。冬のスノーボードのドロップインの瞬間だけでした。当たったらあったけーってなんだろうなっていうのは待ってんだけど。はいはいはい。いや絶対なりそれ。だから今あれし。まだあと15分かかんのかな。わかんない。あと15分。いや、キンキンに出上がるところから。クーってなるから、ピーってなるし、線がピーって線、あの光の線が、肉のカーテンみたいな感じね。それがこっちカーテンに詰まってあったけーって、せめてそこまで、ここまでいっちゃっていたから。
おはようございます。あったかい味噌汁が飲みたい。いやだいぶもう当たるな。もうだんだん来るよ。あれだから太陽上がるの早いから。あれなの、沈む瞬間と上がる瞬間早いから。ここで尾根で歩いててドロップ前にまだ続いてる、やばい上がってくるぞっつって、今のさあの瞬間の時間で俺志仏さんのさ小志仏まで行ったことがあるんだよ。その時とかもうピンクだよ、ピンク。その時の写真がこちらです、どうぞ。あーなるほどそういうのえ？見なくていいよ、見たくない。見てないじゃん、いつも見たくないって何？視聴者は見たいよ。そういえば、尾瀬って低緯度オーロラとか見れないですかね。なんだよそれ、低緯度オーロラ。低緯度、低緯度。関東とかでも何日か前オーロラ見れたっつって。10日だか11だか、なんかあったよね、なんか磁場がなんか、はい、なんか今年もう2回ぐらい出てるんですよ、今年とか最近だけで。へえ。尾瀬でオーロラ見れたら超素敵ですよね。すごいね、それバズるよバズる YouTube そんな俗っぽいうせんが。いや本当にあのね、俺思うんだけどね、そのバズるよって言った瞬間にやっぱり今時とか YouTuber とか、もう話が変わっちゃった。完璧よ、あなたたち完璧よ。このこっちとこっちのその山の舐め具合見てください。これまだ俺は高いちょっといくらか熱いジャージジャージ素材夏だね。カッコつけて朝焼けを見に行ったのに裸足で歩いてる男がいたんですよ。やっちまったな。やってないもうちょっとサムネイル撮りたいからね。暖かくなってきた気がする。風が止まったから同じこと思ってた。嫌だな。なんで嫌なんですか。なんか暖かくなってきたね。なんかね、空気がちょっと暖かくなった。あれサムネイル撮るんで赤くなったら意外とドムシキング牧歌の形で二人でこう撮って写真撮りますんでね。でこれが終わったら店の準備っすね。もうやるんですか。もうやるよ。こんな早いから一応ね、最後だからね。ゆゆは爆睡してます。あやめから帰ろうかな。今日？いいんじゃないですか。酒にちょっとあるらしいっすよ。酒に。でもあれだ、俺は初めて山菜を届けるっていう企業ミッション。前俺リュウグの酒にでバッテリー20キロくらいのバッテリー。はいをつけて、謝りまで帰ったほら、おむしキング、こういうことだよ。枝避けんのに、この辺ついてからも。ああ。そういうバカみたいなことやったほうがいいっすよね。そういう、なんだろう、なんか、なんで行こうと、そうそう、って思うじゃないですか。でも、行っちゃうじゃないですか。そのくらいの、そのくらいのなんかバカなバカではない。いやいや、まあ、違う違う、言い方悪い、言い方、そういう暴言とかではない。そこまでしても見たかったね。そうそういうバカみたいな分かってほしいですよね。おめえバカだなっつってなんかそれからでも嬉しいじゃないですか。そのくらいこう行っちゃったっすみたいな。したら疲れちゃいましたよみたいな。あやめだれを歩きたかったんじゃん。そうそういうバカみたいなやつ出てこねえか
お泊まりだったんですね。いやあ、あっという間に出てきますよと言いながらもう6分経ってます。もう来るっぺ。こりゃもう来るっぺ。イカライさんが写真家だったら今この子にしいるとしたらどこをピンと合わせます？どこを交通で合わせます？あ、こっちなんだ。あーを写すんだ。じゃあそのポストカードを作ったらいくらで販売します？俺なんかああいう木とか、ああいう木とかすげえいいなと思いますけど、ああいう木。そうでしょ。あ、逆によくやりそうなんだ。へえ。一回もう終わった。そういうの。あ、もうそういう時代は終わった。へえ。いいんじゃないですか。特徴ってさ、こういうすすなんかすすきの。はい。感じとか。わざとこうちょっと目線下げて。はい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 。水滴がたまたまたまなんか凍ってるもいっぱいあるでしょ。はい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 、を取るとかね。はい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 、これでもね、そのついたやつ、はい、目線こうこうやってる、はい、で後ろがもうやってるみたいな、はい、はもう終わった。もうそういうの終わった。なんかいかにもっぽいから。なるほどね。いかにもエモいっすよね。伊賀さん、エモいのはもう終わりましたね。エモいからもうキモいに変わったっすね。言う前からそれ笑っちゃってんだ。いいの思いついたみたいな。いや、これ超褒めてるんですけどね。でも あそこでしょ、ああいうやつでしょ。はい、ケーツルの左いいっすよね。しかも紅葉してるっすよね。今俺コンタクトしないから全然見えないけど、赤くなってますよね。紅葉してますよね。まだちょっと早い。私物は綺麗だよ。そうっすよね。私物はもうラスタカラーになってますよね。寒いので手がほぐけない。10分。6時からの日の出は5時45分くらいなんですけどね。出ねえじゃん。もう30分以上ですか。30分以上。裸足。やっぱ伊賀さん、エモい通り越してキモいっすね。ちょいちょいそれ使おうとしてるでしょ。いやもう大丈夫。これから使う。もう飽きてる。もう飽きてる。使ってる人いると思うよ。うん。そう。もうね、手はね、俺の今の手はね、動かないよ。これで固まった。いい朝だな。いい朝からの。幸せなら手を叩こう。ああ、もしキングは幸せだけど、イガさん幸せじゃなかった。どうしようもねえな。畑の後期の子は幸せですかね。そうだよね。幸せを望むだからね。はい、幸せを望む男と、寛大に明るい男と、華やかな人。いい3人が集まったじゃないですか。そうなってほしい。なるほどね。ハッピーじゃん。ハッピー。めっちゃハッピーじゃん。やっと日がって言ったからもう。だって景色変わってこねえっすもん。変わってきてるけど一刻とね。見たいのはだって俺の景色だから。喋るより。いや景色なんかもう尾瀬小屋さんの YouTube とかいろいろが。そうだ、あれです。12月イベントします。いきなり告知します。尾瀬小屋さんの撮って、尾瀬小屋さんが、尾瀬小屋さんが撮った1時間の
2024年総ムービーを上映会プラス牧歌山小屋工藤さんトークショー。すげえっすよ。変わってねえよ。トークショーでイベントします。はい、はい、告知です。都内でイベントします。オゼオフ2024年の総まとめオフ会。ダダーン、いますんで。で、虫キングは医療室にいるんでリモート参加。ダダーン。決まりました皆さん。2024年のオゼを振り返るオフ会を都内でやります。12月のどっかでやります。五十嵐さんと俺と工藤さんは出席が決まりました。で、虫キングのリモートも決まりました。で、石高さんが来るかリモートか来ないか、そんな感じでやります。オフ会2024年の総まとめ、あったないろいろ2024年も、そして2025年どんなことが待ってるのかわかりません。ジャパニーズポターです。出てこないっしょ。あと30秒1分って言ってたけど。まだ1分経てないからね。ちょっとまだ。なんか待つと長いっすよね。でももう来るんじゃない。もうちょいっていうか、これはありなの。これはありなの。ピッサしましょう。これはありなんですかね、岩井さん。これはありなの。これなしっすよね。これなしっすよね。誰なんだろう。さっき若いお兄さんが。あ、そうなんだ。今どこいるか分かんないけどね。とりあえず動画撮りときます。これはなしですよね。まあ切れたからいっか。でもここまで我慢したらこれ太陽見なきゃ帰れんすよね。これで帰っちゃえばね。だってもう、だって起きてないと思ったもん。2人、昨日あんだけ霜降りですかねみたいな、いろいろ寒い話はしたじゃないですか。あ、でもマジで来たよ。何その、逆転したじゃん、さっきもこんなようで。あ、そっから変わってかないんだよ。変わってますよ、全然違うよ。この目標直します。じゃあ8時からしょぼんだよね。そうですよ。どこまでしょぼんだろう。わかんないです。そんな遠くないとは言ってましたけど。うん、そんな遠くないがどうする。6米くらいだったらちょっと微妙に遠いよ。まあ6米だったら、トクラとかさ、片下に行ったらさ、6米まで何かを運ぶだったらさ、俺だったら車使うよ。神奈川県民とか都内の人は歩くんだよ。でも群馬県の人は車使う。車社会。ちょっと、あとみんな何？ああ、よくありがちね。岩井さんなんて言ってた？自分から向こうに行って日に当たりに行く。ああ、奥に行けば日に当たる確率が上がるから。多少ね。でさ、あっち行ってさ、あ、太陽出たーってさ、意外さんから先に当たったらいいよ。あんま変わんなかったら面白いけどね。いや、もうあの雲晴れたら当たりますよね。うん、てか、もう見て、すごいよ、入ってきていいよ。
輝き始めてる。もうそこだよ、太陽すぐそこ。でもサムネイル撮るからちょっと行かないといけないね。いやもう太陽出てるよ、山から出てる。おはようございます。ナイスタイミングで来ましたね。あ、そうなんだ。五十嵐さんと虫キングはもう、あ、五十嵐さんも、五十嵐さんと虫キングはもうあれだから1時間ここにいるんですよ。五十嵐さんで、五十嵐さんの足見てください。いや足見てほしい、裸足なんで。いやバカですよね。何でそんな野生人なんですか。いや違います、ただ単に頭がちょっと悪いだけなんですよ。ねえ、いやいやいや本当に、いや俺全然わからない、それも。いや苦しいことが好きなんですかね。いや聞いてあげてください、なんで裸足なんですかって。はい、そろそろ来たよ。やったんだ。やるよ。あ。おお。あったか出てきた、やっと。あったかって言ったけど、あったかないでしょ。いや、あったかあったか。あったない。いや、俺ももっとおおっていう感じが欲しい。え、井上さん、いい構図、サムネイルになる。え？写真も撮っといて。何何？写真も撮っといて。ちょっと待って、右上に白いボタンがあるでしょ。右上に白いボタン、あるある、それを押せば写真だから。詳しいね。お願いしますね。構図いいっすか。なんかさっきよりちょっと隠れてた。雲がちょっと上に上がってる。雲がちょっと上に上がった。太陽の丸は見えるんですけどね。寒くないです。もう寒くないって言うしかないよ。もう感じなくなった。そっちなんだ。あ、向こう樹林帯に光が。ね、低くなってきてるね。あ、当然これもう日が。なんか太陽の音が。顔だけやったんやけど、もう下寒い。はい、もう隠れますよ。
え、なになになに、なんて言いましたっけ。いや、消えた消えたね消えたで隠れた、待ってた。すっげえ、やっと出たよ。超綺麗じゃん、この光。え、なに、もう草もみじってこの色してたんだ。キラキラしてる。すっごい。あ、すごいね。綺麗だね。今日何回目のおうですか。今年で4回目。へえ。トータルで8回目。あ、めっちゃ来てる。そうなんすね。毎回泊まりっすか。あ、そうですね。もう泊まりですね、毎回。最高ですね。おでこ屋さんか、もしくは、あの、おで沼の方の。へえ。綺麗だね。じゃあ、多分、いっぱいいい写真持ってるよ、これ。高いね。風がないわ。ちょっと井上さんの足触ってみよう。足なんだ。あ、あれあったかい。そこメインで。あ、冷た。かげった。かげったね。かげったね。いいシーンでかげったね。なんか。朝日の中帰れるかと思ったら、なんか伊賀さん、これいいですかね。これダメですよね。なんかあったかい感じで帰れるかと思ったらちょっとイメージと違うよね。なんかなんか敗北した背中だよ、なんか。わ、冷え性じゃない、ないんだね。足先いつもあったかいから。はい。何言ってるかわかんない。本当にね、何言ってるかわかんない。みんな落ちてんな、この辺で。本当だ、みんな落っこってるね。冷え性じゃないから足先はあったかい。だから。これで大丈夫なんだってこと言いたかったんですか。それ言いたかった。へぇー。だいぶ凄だね。それはめっちゃ末端冷え性。末端冷え性。あ、そうなんだ。もうそれか。そう、末端冷え性か。なんで、あの除雪の時とか俺カイロないと締め込まってるって。へぇー。末端冷え性じゃないって思えば末端冷え性じゃなくなるよ。なるほど。なるほど。そうだね。病は気化だからね。病ではないか。足だけ熱くなる。どう入って。ああ、足はめちゃめちゃ熱くなる人なんですか。なるなる。へえ。全然冷えない。俺全然わかんない。俺光が入ったらもっと綺麗だね。何言ったのそれ。なんかいいかな。いいかなと思ってね。もう記憶のメモリーか。え、帰ったら何します。ストーブで温まります。ストーブで温まる、そうだね、温まる、まず温まろう。温まって、で、いろいろと準備したら、じゃあちょっと出店準備しよう。登って、また下げて、ちょうど雲があって、一瞬出るけど、また、その繰り返いいよね。え、入ったことないの、まだ。入ったことない。あ、そうなんだ。じゃあちょっと今日お昼じゃなくてカフェしようよ。
キャラメルラテにしようかな、今日は。へぇ、あ、そんないいのあるんですか。いや、わかんない。キャラメルラテ、ソイミルクで。いいっすね。はい、帰ってきました。マイホーム。あ、ゆゆ起きてる。ゆゆ起きてた。マジでごめん。五十嵐さんがさ、五十嵐さんが朝日が出るって言うから、あ、おでまーす。朝日が出るって言うから見に行ったんですよ。なかなか出てこなかった。何見に行ってたの？うん、おでまーす。ジャパニーズポット始まりました。あれ、はい、サバの味噌煮。え、テンション低いんすかみんな。あ、ゆかりじゃん。それ塩昆布めっちゃうまいっすよ。大好きっす、塩昆布。これキュウリとあえても大好きなんで。こどうもおはようございます。ありがとうございます。ジャパニーズボット始まりました。始まりましたか。始まりました。もう5時間から始まってるんですけどね。いや、長いこといかないっすね。いや、もう寒すぎ。どっかで凍ってんじゃない。いや、もう足は凍ってました。足は凍ってました。足はやばすぎますよね。すごいっすよね。舐めてますよね。いただきます。ありがとうございます。いい朝だ今日は。いや、めっちゃ気持ち。今週多分2回目じゃないですか、こうやって霜降りたの。そう、あ、そうっすよね。あの時と今日か。降りるか降りないかぐらいな感じの。もう止まってさ、一番綺麗な朝だった。いつも雨とかが多かったからさ。夕焼けも良かったですよね。夕焼けも良かったですよね。すごい綺麗だった。昨日から朝綺麗だったよ。寝てた。ん、寝てた。何時に起きた。私、何時だろう、6時くらい。あー、でもちょうどいいよ。6時くらいから出てきてちょうど良かったよ。ゆかりさんとも一緒に5時くらいからかかった。そろそろ、そうだ、まだ。え、昨日約束してたの。いや、普通に5時ぐらいに時間起きて、うん、起きてまだかなみたいな。で、五十嵐さんが朝日があと1分で出るよって言ってから35分ぐらいだったんですよね。朝日の時間が全然みんな分からなくて。だんだん遅くなりましたね。あ、そうなんだ。6時20分ぐらいから日打ちを超えてくる。やっぱそうなんですね。なんか天気予報見たら5時45分くらいで日の出だったから、そのくらいかなって思ってたんですよ。じゃあ6時何時になったら日が出明るくなりますかねと4人に聞いたら5時20分。じゃあもうすぐですね。明るくなって朝焼けはその時間です。ご来光が火打ちを超えてくるのはもっと時間かかります。1時間ぐらいだから1時間くらい。もう出るって言って。じゃあ、なるほどね。食べます。お客さんもいっぱいいましたからね。もうあれ、みんな待機してるから、ね、うわー、お客さんも。みんな知らないから、ずっと覚えてるんですよ。うん、写真撮りに行くたびにみんなにあと1時間かかりますよ。はいはい。もうみんないるからもう出るかなっていう、ね、その2人でしたね。もう俺も入ってる。ど素人ですよね。朝日素人。朝日素人。はいはいはい。みんなが出てるからみんなもまだ出始めてみたいな。すごい繋がってたもん。すごかった。人すごかった。そうなんだ。マー君が出てきたところが一番だからね。あ、やっぱそうだった。紛れていいんじゃんって言ってな。俺コンタクトしなくて全然見えなくて、でもなんか五十嵐さんみたいな声するなと思って、で、やっと会えたんですよね。全然わその間にかいるよ。遠くから動画撮ってたんですよ。あ、そうなんだ。なんか俺なんか五十嵐さん声するけど、前見ると中国の方がいたりとかするから、あ、中国の方でも五十嵐さんみたいな声いるんだなって思ってた。本当に。マー君ほぼ無料みたいな感じで歩いてる。目開いてるな。そうそう。工藤さんがコーヒー持ってた方がいいよって言ってくれた、うん、コーヒー、うん、マジで。気づいてない。そんなんあんの。ガチながら寝てるで。これ。
全然気づいてない。この前の方が伊賀さんの声かと思ってたから、声なんかすんだよな。一般登山者に紛れ込んで、マサトを探せ。こんな感じだった。それがでも発見できてる伊賀さんはすごい。すごいですね、本当に。視力 6.0 くらいあるんで。さすが、トロトロ。気づいてなかったもん。さすが兄貴っすね。Thank you.